4部ですね、半負けの本家の半魔弱先生です。ということで、人間というのは今日肉食生物で正しく動かさなければ絶対やんないよと、悪いことしかしませんよ。今日肉食道具を使って盗んで仕事するのは 100% です、ね、だから抑えなければ、悪いことを 100% します。だからで今回、まあ、ちっちゃな話だけど、父が殺害されて、毒殺で殺害されてね、捕まえないというのは、上の私の生物、なんで人間たちが拒否するんだけど、そのままにしたんですね。それで、法律って守ってないよということをよく教えてね、通常は私がちゃんとね、事件があったら私で強引にちゃんと正しく解決させるんですよ、人間たちを強制で動かしてね。ね、でそれはその大掛かりなほど人間たちがやんないとね、言うなれば、そうですね、まあしてきたんで、妨害してきたんでね、逆に動くわけですね。で社会が乱れて言うこと聞かなく なったんで、もう途中から手を抜いて、もうじゃあね、悪化してめちゃめちゃになったんで、最近そう動くんで、昔からめちゃめちゃですけど、じゃあもうやめちゃおうと、ね、でそうするとガードだけ強くする、自分だけガードだけ、ね、強くすればいいわけですね。そうすると、今度人間たちが、今度人間たちにも被害を受けるから、今度ねちゃんと法律を正しくしたり、ね、役所を正しくたりしますでしょ。それで今また復帰し始めたんですね。だからその大物とか、その能力者、上の生物にね、頼りにするんです、人間たちはね。だからそういうただでやろうとするんですね。だからそういう時はどんどん外さないといけないですね。今回の作曲家のね、芸能人やってた半魔外一の父の殺害についても、でそれを徹底して犯罪を取り締まらない、殺人でね、無視して事件なんかなかったということにしてるわけですね、警察はね。で警察には通報して何度も言ってるんだけども、やってる真似だけしかしてません、ね、でそういうふうにね、実際そういう事件があったんだよということでね、で今後片付くかどうか分かんない、教師って絶対やんないかもしれないですね。で犯罪がちゃんとできれば私にとってはプラスになるからね、やんないというのは逆に私が犯人にしようとしてるんですね。ね、死は私が殺害したものだなんていうようなことを言ってきてます。全然違うところに住んでるしね。倒れるときに緊急で電話もらってますし、遺産は全部私がもらうということでも来てるわけですね。山中の別荘からね、高級車メルセデスベンツ乗ってまして。ね、電話かかってきて、その日倒れて1ヶ月後亡くなったんですよ。その時に遺産は全部私に渡すということにしてくれたんですね、父がね。でそれも全部普通にされましたね。ね、全部兄弟が毒殺したんで、生前贈与で前もやってたんだね、遺産取られちゃ困るということで、2回目の母は直接は何回もやるんですね、そういうの。で父はそれを知ってたのか、気をつけたのかしながら、しょっちゅうやられてて、教える頃になって私が やられてたんでね、逆に味方だなんていうことで悪口言うなっていうことで、それたらお前に対して全然無視するぞということだったんでね、最後まで話せなかったけど、知ってたとは思うんだけど、自分の責任でしょうね。まあ、寿司を食べに行きなさいとか言ったんだけど、手遅れだったんですね、父その時はね。それからその日に倒れて1ヶ月後亡くなったんですよ、毒殺ですね。で私はもう大学生の時からやられてたんで、僕も毒ですね、分かったもんね。その前からやられてるみたいですね、引っかかってると思うんです。でね、水銀店で毒を食らっちゃうと、ね、頭悪くなって全然ボケちゃって何にも分かんなくなるんですよ、めちゃめちゃ毒。逆にそういう毒はその犯人だっていうのが犯人じゃなくなっちゃうね。
薬もらったのかなって思っちゃうね。毒でですよ。気持ちよくなったりするから。ね。それが毒だって分かんないでしょ。それで父は殺されましたけど、私もやられたんですね。気がつくまで大変だったですよ。40年か30年間ぐらい、今の現状まで戻れました。30年か40年間で、ね、やられてましたか、2階の母にね。で兄弟もグルですね。で、一緒にその分かんないように動くんですよ。だから、あと、父の兄弟も犯人ですね。2人いますけど。で、みんな役職やってますから、総理大臣と同じ仕事してますからね。力ありますから、ね。それだけでも大変でしょ。まあ、私の方が力強いから平気ですけども、普通の人は、でもそうですね。逆にもう仕事取られますからね。その事件で暴こうとするとね、仕事取られるんじゃなくて、殺されますね、役所にね。ということでね、で、父は力なかったでしょ、全然。例えば、天皇さんとかね、非常にね、非常に頭は下げるまではいかないけども、気をつける。けども動きは全然低く、ね、天皇陛下よりか低くしか力ありません、動かせないというね。本当はね、正しく生きてれば動けたんですけどね、若いと子供の時に、未成年の時に住み込みの女中を殺したらしいんでね、そういう前科があったわけですよね。だからで前のじいさんは普通で、まあ、真面目であったから閣僚やってたね、本家のね、同じ名前ですけど浜陽というんですけど、私と二文字書くんですね。で、君が要は岩尾となりてて、父も同じ岩一って、山岩尾に一って書いたの、ね、それで歌われてたんですけどね。今私が情報を伝えたら